もう大体2000種類ぐらい常にあって、そのうちの1割200種類が入れ替わってると。まあ、この地域のまあ一つのまあ食の伝統というかな、まあ、それがまあ全国にも発信されることになって知ってもらうということは良かったかなと思います。せっかく作ったトマトを捨ててしまうよりも、そうやってレトルトカレーの材料として有効的に使ってもらえるのはすごくありがたいです。いただきます。ひき肉と角切りの少し大きめのお肉とどちらも入っていて、旨味がルーにしっかり溶け出してますね。あまりレトルトカレーな気がしないです。